皆さんこんにちは、三橋貴明です。皆さんこんにちは、三橋貴明講演会公認キャスターのルナマリアリカです。よろしくお願いします。これはガンダムシードのザフト軍。はい、よくわかりましたね。ザフト軍です。すいません、オタクで。どこでそういう衣装を調達してくるんですか？前から聞きたかったんですけど。これはファンの方からのプレゼントであります。へえ。撮影会用に。撮影会あ、というか、はい、リカちゃんいつも何やってるんですか？リカちゃんは、内緒。ちょっとなんで私たちが笑ってるかというと、これテイク2なんですよ。はい。1回目途中でものすごいくしゃみがどこかから聞こえてきて、取り直しになりましたので。なりました。ちょっと気を取り直して。はい。やりましょう。引き締め。本日は、講演会の方々に、これから、徐々にこう送られてくるツールですね。ツールについて、はい、ご説明しようと思ってるんですけど、ツールって何でしょう？ツール、何ですか？教えてください。私ね、この言葉よく使うんですけど、はい、道具ですよ。道具です。で、具体的に何かというと、こういうのなんですけどね、名刺とか、この間使った。で、今は公示日前なので、選挙活動はできません。でも、選挙準備というのは認められています。はい。そのために、いろいろなこうツールがあるわけなんですけども、例えばこれ名刺、これも送られてきますけど、はい、これこの間説明したんです、はい、覚えてます？ここの後ろに全国比例の投票方法というのが書かれていると。じゃあどうやって投票するんですか、全国比例？はい、昔は名簿があったんだけれど、うん、今は名簿がないので、ちゃんと、透明だけでなくってお名前を書いて投票できますよっていう。透明か名前なんですよ。はい、両方書くのはできないんですね。あ、両方書いちゃダメなんですか？ダメです、ダメです。書くのが1箇所しかないから。はい。だからある人がこう、ある党から立候補したら、はい、その党か、その人の個人名で、どっちかで書く。はい。ですね。で、個人名を書いていただかなければ、全国比例の人は受からないと。なるほど。いうことになってます。はい。それが名刺。これで、その説明だけじゃなくて、いろいろ政策とかも書いてるんですけど、で、これは、多分見えないと思うんですけど、ここにちっちゃく、党議資料って書いてあるんですよ。はい、書いてありますね。党議資料と書いてある名刺については配っていただいて構いません。はい。これがないと、私本人がいないと配れないんですけども、これは大丈夫な名刺が皆さんのお手元に届きます。さらにこれはリーフレットってやつですね。はい、パンフレットですね、政策とかの。はい。それでこれ大事なのはですね、後ろに人の紹介者のご本名紹介します。これは何ですか？これは講演会の皆様がお友達とか、あるいは何でしょう、三橋の政策に賛同してくれそうな方々を講演会にお誘いいただくときにこれ使ってほしいんですね。はい。ここに一番上にご自身の名前を書いて、はい、この下のところに、講演会に申し込む方々のお名前を書いていただいて、ファックスしていただければお申し込み受け付けという形になります。なるほど。これ4名分書けるんですけど、4名分書きます。じゃあもし5名いたらどうしたらいいですか？心配しなくても、これ1枚じゃなくていっぱい送られてきますので、はい、全部埋めてください、全部。はい。ただし、ご家族とかは結構ですので、はい、あ、はい、ご家族とかはいいです。はい。親戚なら OK だけど、別にね、ご家族でも入りたい人いたら入っていいんですけども、はい、1000円払うのももったいないじゃないですか。あ、つの家庭で優しいって、はい、優しいわけじゃないんですけど。あ、そうなんですか。ねそういう講演会の、に入ってもいいよっていう人のためにこれを使ってください、皆さん。なるほど。これいっぱい誘ったら何かいいことあるんですか？そうなんですよ。その辺はですね、はい、宇田川幹事長がいろいろ考えているみたいで。どんなことが、はい、いや、なんかですね、ワクワク。この、こういう形で、これだけじゃないんですよ。他のやり方もあるんですけど、講演会にたくさんの 人たちを誘っていただいた人の数が多い順番に、なんかいろいろ特典をつけるとか。え、そうなんですか？はい、わあ、なんか楽しみですね。人の考えることなんで、はい、だいたい6年もないんじゃないかな。6年もないんですか？なんていうふうにね、言ったら怒られるかもしれないんですけど、非常に楽しいことが多分待ってるんじゃないかなと。はい。じゃあそれは今後発表していただくんですか？もちろんです。はい。発表していきます。はい。あと、これ講演会って書いてあるんですけど、会員証とかっていうのはあるんですか？そうですね。ありがとうございます。実は会員証というのがもうできてまして、これも一緒に送られます。第1回目の時ですね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。私ですか？はい。すいません。ありがとうございます。しかも、何ですか、この MK0001 見えますか？
ではこれがですね、皆さん、はい、講演会の皆さんは理解されると思います。講演会ナンバーですね。皆さんあの MK なんとかというナンバーがついてると思いますので、そちらで、ええ、いわゆるファンクラブ番号みたいな、ファンクラブ番号、まあ、若いからいいってことはないですからね、ちなみに言っておきますけど、結構ランダムにつけたりもしてたので、お、はい、ここにですね、はい、やっぱりここなんか書くところがあるんですね。はい、ありますね。ここに、いろいろな人の私とかのサインがサインをしていくそうなんです。でそういうサインとかがたまるとまたいいことがあるかもしれないよと幹事長が言っていましたので、はい、あのこれも結構大事なツールになりますので使ってください、はい、ただこれは送られてくるのは1回だけですね。まあなくしたったらまた多分送られる、再発行はできるんですけど、そのこっちはもういっぱい送られてきます。はい、何回も送られてくると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で一番大事な、はい、じゃあはがきです。これですね、実はあの投票、あるいはすみません、選挙公示前に、はい、さっき言いましたけど、選挙活動ができ